い、どうも皆さんこんにちは、マカベです。マカベの米株取引というブログを書いていて、アメリカの投資家ジムクレーマーをフォローしています。6月10日木曜日のマットマネーですけども、ジムクレーマーね、いやー今朝はインフレの数字にビビったよなって言ってるんですよ。みんなビビらなかったって言ってるんですよね。なのに SP500 レコードクローズ、新高値で終わったよ、なんでなんって言ってるんですよ。でジムクレーマー、インフレの数字ってこれだよこれって言ってて、これですよね、コンシューマープライスインデックス CPI ですよ。5月のね、アメリカ消費者物価指数ですよね、 CPI。 これやっぱね、市場予想を上回る伸びとなったんですよね。だ、物価がね、やっぱ上がってるってこれですよ。前月比と比べて 0.6% 増で、去年と比べるともう 5% も増えてると、これ衝撃的な数字だろって言ってるわけですよね。で CPI、 このピンクですけども、先月と比べると、先月はね 0.8% 増だったんで、それに比べるとちょっと落ち着いたんですけども 0.6% 上昇。これエコノミストの予想は 0.5% だったんで、予想よりもちょっと高かったんですよ、物価の上昇。で、あとこの棒グラフのコア CPI っていうのは、変動が大きいと言われる食品とエネルギーを除いてる、その物価指数なんですけども、こっちの方も市場予想 0.5% だったのを 0.7% と、予想は上回ったんですよね。で、去年同月比で比べると CPI の方は 5% 上昇、コア CPI も 3.8% 上昇と、うわ、これめちゃくちゃ上がってるよなってことですよ。ただまあこれはね、ベース効果っていうやつがあって、去年と比べての数字 5% 上昇とかっていうのは、まあ去年 COVID-19 でめちゃくちゃ落ち込んでましたから、だから上昇率がね強く見えるベース効果っていうのがあって、まあそういうベース効果、6月以降ちょっとずつなくなってくだろうってね思われてるんですよね。で、一応ね、前月よりは物価の上昇率落ち着いてると。でね、この CPI の発表警戒してた人ね結構多いと思うんですよね。で、市場もすごいおとなしかったし、出来高もそんなになかったし、これまでで、僕ね個人的にはね、 CPI 予想ね 0.5% だったんですけども、これ上回ったら結構株価ドーン落ちるんじゃないかって思ってたんですよね。うわ、やっぱインフレひどいじゃないかと。で、そうなったらね、フェッドの金利上げろみたいな、そういう論調にまたなるかもしれないし、長期金利も上がるかもしれないし、これテクノロジー株とかも落ちるかなと、個人的にはそう思ってて、警戒しながらまあテクノロジー株とか買ってたんですけども、実際ね株価落ちなかったですよね。で、落ちなかったことの一つの要因としては、やっぱりね、みんなもうこれ予想してて、まあ確かに物価上昇率すごい高いけども、どうせ今後ねこれ落ち着いてくるんじゃないかと、向こう3ヶ月から6ヶ月ぐらいで経済予想以上に弱まるかもしれないし、で、そういうね思惑があったと言われてるんですけども、ジムクレーマー、強い CPI の数字一見ビビったよなと。もう物価が予想よりも上がってるわけだから、だけどこれで株式市場下がらなかったのはなんでかっていうと、もうみんなが予想してたからだって言ってるんですよね。もう高いインフレの数字を予想してて、みんなが予想してるっていうことは、もはやそれは織り込まれてるから、サプライズじゃなかったということなんだと。でね、 CPI 前月比で 0.6% も上昇してて、前年比だと 5% 上昇という、一見してすごく高い数字なんだけども、株式市場これを警戒して下落するどころか上がったんだと。で、ダウはおとなしかったんだけども、プラス 0.06%、 SP500 はプラス 0.47% で、ナスダックに至ってはプラス 0.78%。 いやー、いいですね、これ999ですけども、こう俯瞰で見てもどん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 上がってってると。で、インフレ懸念でガーってなるんじゃなくて、むしろそれは後退したようなね。だからジムクレーマー、インフレでの勝者が多い、そういう銘柄を抱えてるダウは、クラシックなグロース株の多いナスダックとかに負けたんだと。テクノロジー株の軒並み上がってるよなーって言ってるんですよね。で、いくつかテクノロジー株上げてるんですけども、例えばマイクロソフトプラス 1.44% トーン上がったよなと、サービスナウプラス 5.25% こうトーン跳ねたよなと、アドビプラス 4.05%、 このねトーン跳ねましたよね。クラウドストライクプラス 6.85%、 これもいいですね、僕持ってるんですけども。で、ジムクレーマー最後言ってるのがアマゾンですよ。こういうのも跳ねたよなと、プラス 2.09% で、アマゾンに至ってはここ3日ぐらいねドーン上がってますよね。で、この動きはね、メンバー限定動画でやったんですけども、ラリー・ウィリアムズが言ってるこのアマゾンの動き、これにぴったりなんですよね。で、まあテクノロジー株こうやって好調なのは、やっぱりね長期金利落ちてるからですよ。今週とかもね、どん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 落ちてきて、この木曜日も上がったかと思ったらドーン落ちましたよね。で、ジムクレーマーね、今回の CPI の発表、なんかこれって、
もう仕掛けられてる人が種が分かってしまってるサプライズパーティーみたいだったよなって言ってるんですよね。サプライズを受ける人がいるとして、もうその人がうすうすなんか周りの人が準備してるのをもう分かっちゃってるみたいな。でも礼儀で知らないふりしてて、種明かしじゃじゃーんってなった時に、まあ驚いたふりするけど内心驚いてないみたいな、そういう感じだよなと。もう仕掛けられてる人が種分かってしまってるサプライズパーティーみたいだよなってジムクレーマー言ってるんですよね。みんなね、強い CPI の数字、驚いたふりしてたんだけども、内心では全然驚いてなかったから、だからこういう株価の上がりになったんだと。でそもそも予想より強い強いって言うけども、誰がこんな馬鹿げた予想いつもしてるんだと、みんなそう思ったはずだって言ってるんですよね。でね、人によってはこう思ってるかもしれないってジムクレーマー言ってて、まあ自分はね、まあベース効果もあって CPI 強いの予想してるけども、もしかしたら他の人慌てるかもしれないから警戒しなきゃなと。他の人はやっぱり CPI 上がっててインフレ加速してるから、わあ大変だと、早くフェッドは金融引き締めやらないといけなくなる、早く株売らなきゃってね、他の人が恐れおののいてるかなと思ったら、案外みんな全然そうじゃなくて、誰もそう思ってなかったっていうオチなんだって言ってるんですよね。株価上がったんだからと。だから今回ね、 CPI 市場予想上回ったけども、まあこの目先の物価じゃなくて、この物価上昇がどれぐらいの期間続くのかとか、その雇用とか賃金どうなっていくのかっていうのを見極めようと。そんなこれだけではね、インフレ騒がないよってことなんですよね。で、ジムクレーマー、言っても去年と比べて 5% のインフレって結構深刻だろと。だけど、フェッド、金融引き締めしなきゃいけないかというと、そう短絡的にはならないんだと。でね、フェッドのパウエル議長、いつも言ってるけども、このインフレは一時的だと、トランジトリーだと、もう言い続けてるだろうって言ってるんですよね。ということはやっぱりね、インフレっていうのはいずれ落ち着くはずなんだと。たとえ今の CPI の数字が予想より上で、それがニュースのヘッドラインを飾ろうとも、インフレっていうのはいずれ落ち着く。だからね、今回のマッドマネー、そのね、インフレの要素を一つ一つ分解してみて、パウエルの言ってること、やっぱり正しく見えてくるかどうか、これ一つ一つ見ていこうじゃないかと、そういう回なんですよね。で、この価格の上昇、インフレ、8個の要素に分けてジムクレーマー、一つ一つ言ってる、そういう回なんですよ。で、8個の要素ね、一つ目なんですけども、まずね、もうこれがめちゃくちゃ上がってるよなと、中古車、もしくは中古トラックの価格がめっちゃ上がってるんですよね。で、これね、前月比で 7.3% も上がってるんですよ。で、ジムクレーマーね、実際この中古車とか中古のトラックの分野だけで CPI 上昇の3分の1を説明できる。それぐらいこの分野でかく上がってるんだって言ってるんですよね。で、これは一時的かどうか、そうやって問うと、そうだと、もちろん一時的だとジムクレーマー言ってるんですよ。で、これね、何が起こってるかっていうと、新車っていうのは多くの半導体が必要で、今ね、半導体不足が起きてて、新車の製造をどの車会社も思ったほど拡大できてないんだと。しかもコービットでね、みんなの引っ越し増えたから、特に都市から田舎の移動が起こって、車の需要もすごい上がってて、ってことは車が欲しい人っていうのは新車じゃなくて中古車に行かざるを得ないんだと。だからこれらのね、元っていうのはやっぱ半導体不足で、でね、今ファンドリーは24時間体制で半導体ガンガン作ってて、いずれ市場原理で供給が需要に追いつくはずだとジムクレーマー言ってるんですよね。そしたら中古車の値段も落ち着く。だからこの部分のインフレ、この中古車の値段の上昇っていうのは一時的だと思うと。だ、半導体不足っていうのはいずれ解消すると、いずれ状態は落ち着く。で、ジムクレーマーね、大事なのはって言ってて、フェッドは半導体不足を解消できないということだと。これ大事なんだと。だからね、物価が上がることでフェッドがね、金利上げなきゃいけないんじゃないかと、そういう論調の人、よく考えてほしいと。フェッドが金利上げたからって半導体不足は解消できないんだと。そこが肝じゃなくて、この中古車のね、価格の上昇っていうのは、自分たちにはもっと多くの半導体のファンドリーが必要、ここが肝なんだと。フェッドは関係ないんだと、金利上昇が必要なわけじゃないんだと、そこに履き違えてる人が多いとジムクレーマー言ってるんですよね。じゃあ次、航空運賃、これべらぼうに上がってるけども、これはどうなんだと、一時的なのかと。でね、これね、5月ね、前月比 7% も上がったんですよ。これ一時的かってね、言うとジムクレーマー、そうだと、これも一時的だと。確かに今高くなってるけども、だってね、去年なんかもう誰も飛行機乗ってなかったわけだから、
そしてね、航空会社はちょっとね、ワクチンの効果を見誤った節があると。ワクチンがね、こんなに効果があって、もう需要がね、急激に高まる、ある程度は予想してたけども、十分に予想できてなかったんじゃないかとジムクレイは言ってるんですよね。だから今ね、ちょっと対応できてないところがあって、供給が需要に追いつかなくて値段がめっちゃ上がってると、ジムクレイはね。だけど考えてみろと、今年ね、90の新しい航空会社、これがね、立ち上がったんだって言ってるんですよね。だからね、いずれね、航空便もっともっと増えてきて、どん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 飛行機飛び出したら、航空運賃の上昇、こう持ちつくでしょうってことなんですよ。だからジムクレーマー、これも一時的なんじゃないかと。で、ここの部分の価格の上昇もフェッドの金利とかと関係ないんだと。はい、次3つ目。じゃあね、石油とガスの価格、これ上がってるけど、これは一時的なんかっていうと、ジムクレーマー、これはね、ちょっと微妙だよなって言ってるんですよね。一時的だとは言い切れない。ペコパですよ。で、ジムクレイマーね、なんで言い切れないかっていうと、これはね、供給の問題だから。で、バイデン政権はこの分野の拡大を望んでないんだと。で、最近のキーストンパイプラインに関する発表聞いたかって言ってるんですよね。で、これなんですよ。キーストンパイプライン。これが公式にね、この計画がね、キャンセルされたんですよね。で、このね、キーストンパイプラインね、カナダとアメリカを結ぶ原油のパイプライン、キーストン XL っていうのがあって、それを開発しようと。で、TC エナジーとかこれやってるんですけども、これ結構ずっと前から揉めてて、で、政治の材料にもなってきたわけですよ。で、トランプ政権はこのキーストンパイプライン作ることを許可したんですけども、バイデン大統領ね、就任して初日に、このキーストンパイプラインに付与した許可を取り消したんですよね。で、バイデン大統領、パリ協定の復帰も表明してますし、で、環境を重視する人たちは、このバイデンの決定をすごい支持してて、一方、石油ガス業界は、これはもう政治的な妨害だと、残念だって言ってる。で、バイデン大統領、この許可を取り消してて、で、最近ね、6月9日のニュースですけども、もう公式に、このキーストンパイプライン、開発計画諦めるよと、そういうことが会社から発表されたんですよね。で、ジム・クレイマー、このこと一つとってもね、やっぱりね、バイデン政権っていうのは、この石油ガス分野の拡大を望んでないんだと。トランプ政権の時とは対照的で。で、トランプはいっぱい採掘してパイプラインも作ろうという、そういう姿勢だったんだけども、バイデンはもう新しいやつは認めない。数を絞ろうとしてるわけだと。だからより少ないパイプライン。あとね、石油会社自身も環境問題をちゃんと考えなければいけない。そういう時代になったと。以前ね、エキソンモービルのボードにね、環境系の人が入ったっていうニュースもありましたよね。だからそういうこともあって、石油ガス業界、供給がね、増えることはないんだと。で、そういうことが影響して、石油ガスの価格、今上がってるのは一時的かどうかっていうのは分からないと。そういうことなんですよね。もしかしたらまだ続く可能性があるっていうことなんですよ。で、この分野のインフレ、一時的かどうか分からないけども、これも別に金利がどうこうで、なんとかなる問題じゃないだろうと。原因は別にあるんだってことなんですよね。はい、次、ジムクレイマー言ってんのは、じゃあ、穀物価格の上昇、これどうなんだってことなんですよ。これもね、めちゃくちゃ上がってるんだけども。ジムクレイマー、これ一時的なのかって問われると、これは一時的でしょうと言ってるんですよね。こんなもんね、時間が経てば落ち着くんだと。歴史的に見ると、穀物の価格上がったら、農家の人何やるかっていうと、農業機器をもっと買って、で、どんどん穀物を植えるんだと。で、どんどん収穫をね、増やそうとしてる。そういうのは重なると価格っていうのは自然と落ちてくるんだと。で、それはね、もう起きてることなんだって言ってるんですよね。この前のディアーの、農業機器のディアーのカンファレンスコール聞いたかと。あれ聞けばわかると。もうこの価格の上昇が一時的っていう兆しはもう見えてきてるんだってジムクレイマー言ってるんですよ。じゃあ次はね、このダイニングアウト。外食の価格の高騰、これどうなんだってことなんですよね。これ一時的なのかって言うとジムクレイマー、これもやっぱ一時的でしょうと。だってこの外食の価格上がるの当たり前じゃないかって言ってるんですよね。自分は何も驚かないと。パンデミック中はだってね、多くのレストラン閉まってたわけだから。だから今ね、COVID 時代の制限がどんどん緩くなってきて解除されてるわけだから。だからこれからどんどん価格下がってくると思うよと。だから今の価格上昇っていうのも一時的なはずだと。少なくとも価格の上昇し続けることはない。どっかでは止まるはずだと。じゃあ次なんですけども、供給網に大きな影響を与えてるのは、これら二つの価格上昇だって言ってるのが、
プラスチックの価格と輸送費の上昇ですよ。で、このプラスチック価格の上昇に関しては、これ一時的なのかっていうと、うん、それはそうだと、一時的だとジムクレームはね、言ってるんですよね。で、なんでプラスチックの価格上がってるかっていうと、これはスーパーストームユリのせいだと。これね、今年の2月にね、湾岸地域を襲った大寒波ですよ。スーパーストーム。で、ジムクレームはね、それでプラスチックの工場、いっぱい打撃受けたんだと。で、そのせいもあって、すごい高くなってる。だからこれはね、一時的でどんどん復旧してるから、時間が経てば、おのずと回復するんだと。で、供給網にね、大きく影響を与えるもう一つの、輸送費の高騰。これに関してはちょっとわかんないよなと。一時的かどうかって言われると、うん、これはちょっとわかんないよなって言ってるんですよね。で、ジムクレームこれは構造的な問題もあって、例えばトラックのドライバーとか足りないから。だからこの職の賃金とか上げなきゃいけないから。輸送費に関しては、一時的かどうかはわからないと。じゃあね、このトラックの運転手の賃金、例えば上がるとして。そうだよと、ジムクレームは。賃金だよと。インフレを恐れてる人が何をマジで恐れてるかっていうと、それは賃金の上昇だと。だけど、先週の金曜日の雇用統計の発表聞いたかってジムクレーム言ってるんですよね。労働力人口比率、実は下がってんだよと。時給も前月比で 0.5% 上がったのみで、時給ね、前年比でも 2% しか上がってないんだと。で、週平均労働時間、実際下がってるんだって言ってるんですよね。だからジムクレームはね、こんな低い数字なのに驚いたほどだと。雇用統計は強い数字じゃなかったんだと。で、ジムクレームはね、さらにね、価格上昇を引き起こしてる。この港湾の混雑、港の混雑。これに関しては一時的なのかどうか。ジムクレームは、これも一時的でしょうって言ってるんですよね。で、ジムクレームはね、このね、港が混雑してる問題。まあ、例えばアメリカだったらアジアからの海上輸送の玄関口、この西海岸のいろんな港なんですけども、コンテナ取扱量の増加がねずっと続いてるんですよね。で、すごいね混雑してて、そう、船舶がそう港に停泊する時間、この平均もねどんどん上がってるんですよ。で、労働者が不足してたり、輸送用コンテナの不足とかも指摘されてるんですけども、ジムクレーマー、この港湾混雑の問題、これは一時的で、なぜかっていうと、例えばアジアとアメリカのコマーシャルフライトが復活すれば、要は飛行機がね普通に飛ぶようになったら、そしたらこの問題も解決に向かうと思ってるんだと。物っていうのはコンテナ船で運ぶだけじゃなくて飛行機でも運ぶから。ということで、価格上昇それぞれの要素ね、8つを一つ一つ見てきたんだけども、そのうちのほとんどがやっぱ一時的だと。で、しかもそのうちのほとんどがいろんなね特殊要因によるもので、別に金利の低さによるもんじゃないと。だからフェッドが金利を上げるとか、そういうのはね、実は関係ないんだと。ジムクレームはね、自分は別にね、インフレが起こらないとは言ってない。自分が言ってるのは、あまりに多くの物事が去年は異常だったから、そしてそれらの物事っていうのは別にフェッドが金利上げても解決するようなものじゃないから。だからね、パウエル議長の利上げに慎重な姿勢、もう手堅くていいと思うよって言ってるんですよね。インフレは一時的という彼のことは正しい。彼は素晴らしい仕事をしてると。で、結論なんですけども、インフレっていうのは一時的だと。だからみんなね、今回ね、CPI の消費者物価指数の数字が予想より高くても、ビビらなくて、金利は下がって株式市場上がったんだと、一個一個見ていくと、金利の問題じゃなくて、どの価格上昇もほとんどは一時的なんじゃないかとそう思える。一時的じゃないインフレっていうのは、もしかしたら、ウォールストリートベッツがショートスクイーズで押し上げてる。そういう株価だけかもなーって言ってるんですよね。で、ジムクレーマー、ウォールストリートベッツの株価上昇、これはね、逆に一時的じゃないんじゃないかって言ってるんですけども、ただ最後に、まあね、言っても、ウォールストリートベッツのね、いろんなミーム株、今日ガンガン下げてるけどなーって言って終わってるんですよね。で、まあ今回のテーマね、あんま関係ないんですけど、ミーム株一応見とくと、AMC。いや、先週ドーン上がってて、この辺はね、調子悪かったですよね。マイナス 13.23%。ゲームストップも、マイナス 27.16%。ちょ、調子悪かったですよ。で、新しいミーム株と言われてる、ウェンディーズ。今週ね、ドーン上がったのに、まあもうだいぶね、落ちてきてますよね。ということで、結局ミーム株の株価も一時的じゃないかと、そういうことだったんですけども、まあジムクレーマーね、とにかくね、過度なインフレっていうのは一時的だと思ってる。それを一つ一つの要素に分解して、説明した回と、そういうことでしたね。
はい、ということで視聴者からの生電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけれども、いくつか見ていきたいと思います。まずね、ジムインテグレーテッドシッピングサービスはノーヤでということで、これね、イスラエルの海運会社なんですよ。で、海上コンテナ輸送とかやってるんですけども、まあ、最新のね、データドリブンな戦略でいろいろやってる、効率を良くしようってやってやってる物流会社なんですけども、ジム・クレーマー、自分にはホットすぎると、これどんどんね、IPO 以降どんどん上がってきてホットすぎるよって言ってるんですよね。だからそれだけの理由でまあノーだと。こういう株はね、今クールしなきゃいけないかもしれないから。だからこの視聴者の人にもね、しばらく遠ざかった方がいいと思うよって言ってるんですよね。もっと下に行きうると思うよと。はい、次。チャーチルキャピタル4コーポレーションは好きやでと。CCIV ですよ。これあれですよね。たびたび出てきてますけども。EV 会社のルシッドモーターですよ。で、ジムクレーンはね、自分はルシッドが好きだと。これね、以前の動画にもありましたよね。元テスラの CTO の人が作った会社ですよ。高級 EV 車専門のね。で、ジムクレーンはこのルシッドも好きだし、あと電気自動車としてはこれも好きだと。フィスカーも好きだと。で、僕ね、CCIV もフィスカーも両方持ってるんですけども、フィスカーとかもね、最近どんどん上がってきてますよね。で、ジムクレーマー、この二つ好きなんだけども、EV 会社っていう意味で言うと、これは好きじゃないよと。一つね、自分が好きじゃないやつ言って終わってるんですよ。それがね、ローズタウンモーターズですよ。これは好きじゃないけどなって言ってるんですよね。まあ僕ね、三つとも持ってるんですけども、ローズタウンモーターズのね、含み損がやっぱね、偉いことになってますけどね。はい、次。カドモンホールディングスは、ということで、これね、バイオ系の企業なんですよ。嚢胞繊維症とかね、癌とか遺伝病とかの治療薬を開発してる、そういう会社なんですけども、まあバイオ系ね、全部そうですけども、ジムクレーマー。スペキュラティブ株だということを覚えとくんだと。もう投機的にならざるを得ない、こういう投資は。上にも下にも大きく動きうる株だと。それ覚えとくんだよって言ってるんですよね。はい、次。IBM は、ということでね、IBM、好調ですよね。どんどん上がってきてますよね。ジムクレーマー。IBM のイメージ、あなたがね、どう持ってるか知らないけども、今 IBM 買うんだったら、それはね、紛れもなく、IBM 成長を期待して買えようって言ってるんですよね。CEO のアービン・クリシュナ。こいつが引き起こす IBM の成長を期待して買うんだったらいいよと。なんか変に老舗だからとか、安定してるからとか、そういう理由で買うなと。成長を期待して買えと。で、ジム・クレーマー、IBM、成長が確かにあると思うよって言ってるんですよね。はい、次。BP ミッドストリームパートナーズは A でということで、これね、パイプライン会社なんですよ。で、ジムクレーマー、こういう株を今買うべきなんだと、さっきのマットマネーで言っただろうと言ってて、あのキーストーンパイプラインの件言っただろうと、もうこの国では新しいパイプラインっていうのはもう作られないんだと。ってことは、既存のパイプライン会社。これがやっぱね、どんどん儲けれるってことなんだってことなんですよね。だからパイプライン会社ね、上がってますよね。だからこういう会社もいいし、で、ジム・クレーマー。あとは、これも好きだよって二つ挙げてるんですけども、例えば、エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ、EPP。ジム・クレーマー、これも好きだし、あとは、オネオック。ここら辺もいいよと。だ今、状況的にパイプライン会社、結構いいよって言ってるんですよね。はい、次。トレードデスクは、っていうことで、僕ね、トレードデスク買おうかどうかね、ずーっともやもやしてて、まだ買ってないんですけども、ジム・クレーマー、トレードデスク、自分は好きだよって言ってるんですよ。もう下がってきたからって言ってるんですよね。ただってジムクレーマー言ってて、こういうハイマルチプルの株は、やっぱ株価めっちゃ高いから、今人々にね、そういう会社っていうのは好かれてないんだと。この会社、下がってきたけども、まだね、今マーケットで最も高い会社の一つだと。だけど自分は好きだよ。ついていくけどなって言ってるんですよね。はい、次。ロブロックスは A でということで、いやーこれね、100ドルタッチしましたよね、一時期ね。で、そっからね、下がってきて今91ドルですけども。ジムクレーマー、ロブロックスに関しては、まあ、この頃ね、結構言ってますけども、自分のお気に入りだと、ロブロックスの長期のストーリーが好きなんだって言ってるんですよね。はい、次。グローバルペイメンツは A でということで、これね、決済処理システムの会社ですよ。まあ、名前の通りですよね。ペイメント会社ですよ。ジムクレーマー、これね、とてもいい会社だって言ってるんですよね。自分はおすすめできると。自分は買い手だって言ってるんですよね。はい、で、最後なんですけども、ストライカーコーポレーションは A でということで、これね、医療機器の会社ですよ。整形外科製品とかやってる。ジムクレーマー、この会社ね、素晴らしい会社だと。自分ね、メディカルデバイスのビジネスすごい好きだから、いいよって言ってるんですよね。で、この会社すごくいいんだけども、自分としてはこっちの方がいいけどなって言ってるのが、やっぱ鉄板のね、メドトロニックですよ。メドトロニックの方が好きだけども、ストライカーもいいよと言ってるんですよね。
ということで今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジムクレーマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。最後におまけの英語コーナーです。はい、今回の英語なんですけども、まあ、CPI の発表があって予想よりも高かったですよね。でね、そもそもね、この予想って何なんだと、誰がこんな愚かな予想してるんだと、そう言ってるのがこれです。Who the heck is making these stupid darn forecasts in the first place? はい、言ってますよね。Who the heck is making these stupid darn forecasts in the first place? 長男次男どうぞ。Who the heck is making these stupid darn forecasts in the first place? 一週間どっかの体のパーツを使わずに生きていかなきゃいけないとしたらどこのパーツにする？なんだろう。左手。Who the heck is making these stupid darn forecasts in the first place? 一週間どっかの体のパーツ使ったらいけないってなったらどこのパーツにする？右手。Who the heck is making these stupid darn forecasts in the first place? いやー言ってますよね。で今回これなんですよ。In the first place。これ結構よく使うんですよね。でこの first。はじめっていうことからちょっとわかるように In the first place 第一に、まず、そもそもっていう意味なんですよね。だから物事の発端とかそもそもっていう根本的なことを原因など取り上げたり、改めて何か言いたい時とかに使うんですよ。で特にね、後悔してる時とかね、あと問題とかを議論する時に、はじめに立ち返る時とか、そういう時によく使うんですよね。でこれね、文の終わりにつけてよく使うんですよ。で例えばI didn't like him in the first place. そもそも自分は彼を好きではありませんでした。まあ、なんかね、揉めたんでしょうね。とか、Why didn't you tell me in the first place? そもそもなんで自分に言ってくれなかったのっていう。これ揉めてますよね。例えばこれですよ。He shouldn't have been there in the first place. そもそも彼はそこにいるべきじゃなかったんだと。だなんかちょっと揉めてる時に、そもそも、なんでそんなことになってんのっていう時によく使うんですよ、結構。in the first place。だから今回もね、ジム・クレーマー。そもそも、この CPI の予想ね、誰がこんな愚かで、くそったれな予想、これ作ってるんだと。そういうことでしたね。ということで今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして、本当にどうもありがとうございました。Who the heck is making these stupid darn forecasts in the first place?Who the heck is making these stupid darn forecasts in the first place? 一週間どっかの体のパーツを使わずに生きていかなきゃいけないとしたらどこのパーツにする？なんだろう。左手。左手？うん。左手使わずに生きていくの？うん。一週間？うん。多分一番。まあ別に大丈夫か。一番使わないから多分。左手？うん。ああ、なるほど。ピアノ弾けないじゃん。いや別に。別にね。左手、腕じゃないよ、手だよ。意外に不便なんじゃないの？キーボード両手で打てないよ。これこれ、パソコンのキーボード左手で打てないよ。ほんなね、だけど、サッカーできないよりはマシかも。だってこれなんかだと書けないし、右手だったら。足なかったら歩けないし。そうね。お父さんだったらでも、左手とか大きすぎるわ。お父さんだったら眉毛とかにするわ。そうなんや。一週間なくてもいい。眉毛だって体のパーツじゃん。眉毛の方がいいでしょ、うん、眉毛にする？いいよ、変えても。いや、左手。左手？なんずるいもん。ずるいね。Who the heck is making these stupid darn forecasts in the first place? 一週間どっかの体のパーツ使ったらいけないってなったらどこのパーツにする？右手。あ、右手？うん。長男君と一緒じゃん。ここ。そこ？うん。そこ、なんていうの？うん、右の親指、うん、ここそこって言っても分かんないじゃん。ここそこね、うん、右の親指の関節、うん、あそこ曲げないでいくってこと、うん、あもう手全体とかじゃなくて右の親指の第一関節を使わないってこと、うん、他の指は使うけどってことね、うん、ジェラン君左利きだもんね、うん、バイバイ。And that, ladies and gentlemen, is the conclusion of the lightning round!